クヤン岬ってとこですね。沖縄本日は2月1日でございます。ピーチでですね、関空から来たんですけど、まあ、片道、5000円ぐらいですかね。ですから、まあ、往復で大体1万円ということで沖縄に遊びに来たんですけど、まあ、沖縄をちょっと一周しようということで、まず最初の目的地ですね、空港から近いんで来ました。まあ、さすが平日ということもあってですね、人はおりません、見かけません。クヤン岬ってことですかね。糸満市